ちょっと待って、聞いてほしい。携帯の充電があと 3% しかないの。充電し忘れてた。押してるつもりだったけどね、コンセント刺さってなかった。こんにちは。やばすぎでしょ。充電コンセント刺さってなかったの。あ、 3% しかない。3%だよ。やばすぎだよね。笑っちゃう。見ていっぱいいるでしょ。ちょっと待って、今充電しながらやってる。うん、13時くらいまである。13時くらいまである。どうしようかな。どっかいいところないかなと思ったんだけど、こっちに引っ張りたいんだけど取れない。いけた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 。え、これさ、こうしてさ、こうしてさ、こうしてさ、ちょっとくるりんですってさ、ここにさしたらさ、めっちゃ映っちゃうね。もう恥ずかしい限りです。めっちゃ映る。それはちょっとやだな。かな。やっぱり別に映ってもいいんだけどさ、ちょっと嫌なんだよね。あんま綺麗じゃないから。あんま綺麗じゃないの。あんま綺麗じゃない。ほら、いっぱい置いてあるでしょ。あんま綺麗するんです。そうなんです。難しいよね。まあいっか、まあいっか。何、ちょうどママから来た。押し入れ閉めなって。配信です。せっかく充電しよう。多分ね、そろそろ充電なくなる。昨日の夜からつけっぱ。普通？本当に？絶対さ、お世辞やね。顔に塗ろうと思ったけど間違えた。
き終えたからちょっと。さっき羽ピン消えてんだけど。日に日になくなる。嘘。エリーちゃんもしてんですか。あら、一緒だ。一緒だ。さっきまでね、鍋作ってた。だけな、サウナみたいな鍋、ハゲだみたいなやつを作って、今冷ましてる最中、冷蔵庫しまいたいから。なんかこれやると目が大きくなるらしいです。私ってよくわからないけど、本当なのかわからないけど、はあ、わかんないね。わからない。何もわからない。わからないね。やばい、なだれが起きた。こんにちは。こんにちは。ぴょん。あん。あん。お、会話してる。会話できるんだけど、あー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 あ
こんな会話できるの。あおあおあお。ねえ、カラスと会話できるんだけど。あおあおあお。なんでこんな会話できると。会話できちゃう。馬ではないな。カラス、カラス。なんかめっちゃなまって。笑われた。カラスってなまったら笑われたんだけど、ひどくない？感じ悪い。めっちゃ笑ってたんだけど、ハハハハハって。本当嫌になっちゃう。本当に感じ悪いね。一緒ぬりぬりして、スタジオね、ぬりぬりしないとね。ぬりぬりしたら、オッケー。今日はカラスとお出かけなのかもしれない。なるほどね。いや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 。よいしょ。ああああ。クマを隠し。あは。つけすぎた、絶対。絶対つけすぎてんだけど。まあ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 。危ない。つけすぎたよ、見て。さっきスポンジどこ置いたんだろう。全然記憶にない。ちょっと待ってください。ちょっと天井とにらめっこしててください。一瞬、10秒。1、戻ってきた。
馴染んだ馴染んだ。嘘、22そんなかかってた？絶対嘘だ。それは嘘だ。そんなかかってない。15秒くらいだったよ。絶対早いテンポで数えたでしょ。こんにちは。ねえ、眉毛脱色したいんだけど痛いんだよね、脱色すると。痛いんだよね。悩み。ね、見て、最近手に入れた静止堂のコンシーラー、めっちゃねカバー力すごい。あ、ほんとカウント早かった。そういうことにしといてください。そういうことにしといて。いや、これめっちゃ痛い。で、これやめて。唇パキパキすぎて、ちょっと異常なくらいパキ。うるうるさしときます。もうこれでもかってぐらいうるうるさしとく。後で拭けばいい。じゃあ寒くない？おはようございます。おはようございます。おはようの人もいるもんね。目がでかくなった。でアイシャドウがちょっと下に出てるから、それを出して、なんか水色を全部入れる。ね、嬉しい。それは嬉しすぎる。嬉しすぎるんだけど。
でもね、リップの色が渋いのはね、まだ血色が何もついてないよ。しかも寒いからさ、唇の色がめちゃくちゃ悪いのよ。マジで血色ゼロ。なんていうの、グロスみたいな感じ、なんかうるうるするやつだけ塗ってるから、保湿的な感じのやつだけ塗ってるからうるうるしてるけど、色は何もついてございません。だからめっちゃこんな色悪い。色悪すぎだよね。いや寒いよ、寒いよ。めっちゃ黒くね。めっちゃ黒くね。めっちゃ黒くない。多分ね。落ちるんだ。気づいた。落ちてるからいいの。どんなのしたい？難しいな。難しい質問。どんなのがしたいんだろうね。難しい。難しいな。ちょっと色つけるね。色割れすぎだから。絶対濡れてる。なんでだ。化粧水かな。成田エクスプレス千葉に向かってる。なんでなんで。成田エクスプレスって何だ。電車。特急的なやつかな。なんだろう。羽田空港に行くやつ。千葉行くのそれ。だったら。目かゆう。絶対花粉だよねこれ。ごめんね、なんかいるし。まつげだった。あれ羽田って言ってた？成田。成田も行かない次。
成田行ったことあんのかな、行った記憶あんまないか。分かんない、知らない間に行ってるかもしれない。さっきは行った記憶ない、行った気がしない。このラメラメかわいいの伝わるかな。待ってね、ちょっと塗ったらいけるかな。あ、切ったかも。メラメラ、ラメラメ、キラキラ、ラメラメ。どう見せるのが正しいのかが分からん。めっちゃぷっくりするでしょ。なんか今日めっちゃ目の中になんか入ってんだけど、なんなんだろう。次だ、坂松が入ってた。そりゃ変な感じするわけだ。信じたい。分かってた。どの平気。涙袋ぷっくり。反対もぷっくりさせる。と。できてんのかちょっとわからない。こんばんは、こんにちは。違った、こんばんはって書いてあるのかな。違った、こんにちは、ん、こんにちは。羽田からも国際便出てみたいだけど、こちら国際便は成田って感じだった。おー、なるほど。海外行ってたら行ってないや。そのうち行くかもね。どうだろう。どうでしょうか。わからないね。あ、来た。あら、また来たよ、カラスが。ちょっとこちらなじませれば。とてもよろしくなりました。かゆい、よくしてかゆい。あ、目に入る、やだ。ちょっと待って、入るのが嫌だから、ちょっと一旦クリアマスカラ塗ります。いや、なんか変なところに行っちゃった。 OK、 なくなりました。あ、今会社でお昼ご飯食べながら見てます。
ちょうどお昼の時間ですもんね。12時過ぎたもんね。お昼だ、お昼。何のお昼ですか？お昼なんですか？何のお昼ですか？なんかもう日本語変だね。何食べてるんですか？こんにちは。何食べてるの？餃子最高じゃないですか。そう、席は鍋食べる。鍋と朝パパが飲まなかったお味噌汁を飲む。飲み忘れてたやつ。カツ丼とざるそばね、え、美味しそう。いいの。え、酢豚定食美味しそう。めっちゃ美味しそう。いいな。いいね。美味しそうなの。さっきはね、まだだよ。夜がちょっとね、食べるの遅くなっちゃうから。食べるの遅くなっちゃう？食べれないから。ちょっと遅めに食べるよ。次どんだけ扱い下手くなんだろう。扱い方下手くなんだろう。ね、見て、もう文字消えてる。これ勝手にまだそんな経ってない。見えない文字、ここにね文字があるの。でも中のキラキラ、あ、ちょっと見えた。ここに H って書いてある。この文字がさ、いっぱいここに書いてあるんだけどさ、ほとんどなくなってる。消えてる。驚き。え？え？驚きなんだけど。勝手まだ1週間も経ってないよ。1週間も経ってないのにこれはやばくない？どんだけ下手くそなの使い方。こんにちは。なんかこっち人、
け。マチくん、こんにちは。そういえば生き物のクリップ逆になってるけど、逆だけど、コンサートの前日に買った新品を、あのバキバキじゃなくなった、バキバキ卒全部使い終わったから。よいしょ。キワキ卒業いたしました。無事卒。落としちゃってさ、全部割っちゃったんだよ。だからやっとかゆい、なんかメイクってかゆいね。そうそう、鼻筋誕生させるやつ、毛を見てて、薄い色で先っちょにつけてやると鼻筋が誕生するの。ほら、わかります？ここに書き、鼻筋が誕生いたします。ページーページーって何だろう。嘘、さっきのメイク配信来たの初めて。なんかね、何も説明しないで淡々と進めちゃってるけど大丈夫そう？気になるやつあったら言って。何それってなるのあったら言って。何それって言って。ちょっと待ってね、鼻筋爆誕させるから。どう？鼻筋いる？わかんないね。これ？これハイライトだよ。そこ見えだけどね。これずっと使ってる。いつしかの、いつしか新幹線に乗った時、駅で買った。そう、ハイライト。本日限定で、何？本日限定でライブタグにさつまいもの日としてさつまいもの日を投げると、やっといた方がいい？
もう本当だ、出てきた、さつまいもの日って。しとくね。あ、しといた、一応。よいしょよいしょよいしょ、髪の毛が出てきちゃう、短い子たちが。ちょっとしまっていただいて、よいしょね、見て可愛くない、気づいた、ここにいる子たち。プーさん、メロンパンナちゃん、カービィ、こんにちは。これが嫌なんだよね。わかります、これ一生治んない。一生治らない、この子。突然皮膚が剥がれ落ちた場所、ペローンって。へえって感じだよね。見てた？こんにちは。この子たち。お昼まだです。これからです。お鍋を食べます。私は。お鍋をもう作ったの。作ったんよ。本当？ハイライトとシャドウの使い方上手？そう。でもさっきね、あのね、本当にノーズシャドウとハイライトの使い方に関してはさっきから上手って言われてる。自分で言うのもあれだけど、上手って言われてる。描き方うまいねって言われる。違うよ、うまいんじゃないよ、筆の。ちょっとめんどくさがり屋なのさっき。だからさ、ちょっとね、めんどくさがり屋あることに気づいてきてしまったんです。この筆ってさ、本当はシーリング、あのこうやって顎とかやるようなやつだからね、こう大きいんですよ、筆は。でもこのケースを反対にちょっとくるって回してこうやってやると細くなるの、筆が。この細い筆でさ、鼻筋をねこうやって描けばね、めっちゃうまく描けんのよ。ほら、さきはこれを見つけてしまったから、ずっと鼻筋が描くのが上手だねって褒められ続けて、これをすれば鼻筋が上手になる。簡単だから自然と上手になります。これはもうずっと最初からやってる。だからめっちゃ褒められる、褒められるっていうか、なんか上手だねってよく言われる。本当はめちゃくちゃ簡単で、ね、サーゲタンみたいな鍋。わかんない。サーゲタンみたいなやつ。あるじゃないですか。それ。サーゲタン。なんていうんだろうね。正しいのがわからない。なんていうんだろうあれ。サーゲタンみたいな鍋。
なんだ。あれ。こんにちは。具はネギと白菜と手羽先手羽入れちゃった。あと何入れたっけな、何か入れて、あ、白滝でもほとんど白菜、白菜は 4分の1じゃない、なんて言う、4分の1入れた。あの2分の1カットのやつは半分入れた。だからほぼ白菜です。ほぼ白菜、白菜。そう、半分の半分。でもさっきコンサートとか公演の時は境目がはっきりするぐらいやっちゃってる。だって光で飛ぶんだもん、のっぺらぼうになっちゃう。だからめちゃくちゃやってるよ。やってて、あれ。めちゃめちゃやってるよ。光がめっちゃ飛んじゃうんですよ。びっくりするほど飛ぶ。わーって。雨がカピカピするぜ。そう、もっとはっきりしてる。あのね、アイシャドウがバカ濃いかも。どうしよう、眉、今日の眉毛とのまつげは誰にしようかな。まつげ無駄にいっぱいあるんだよね。ほら、これだ、これは下地。これでも、これでもね、段処理したの。どうしようかなって。いつも黒。今日これにしよう。迷う。しかもまだこの2つ使ってない。この2つにするね。断捨離。
なんて言ったっけ、断捨離って言った、わかんない。断食しか再生出てこなかった。今からお肉と白菜と卵と、と、ん？卵とじと、なんていうの？筑前煮？かな？と、冷ややっことわかめの味噌汁とご飯を食べています。とても健康で素晴らしい。リップいくつ持ってんだろう。いっぱいあるよ。まだ全然他のとこ、なんか先カバン、全部のカバンにリップ入れてるからわかんないんだけど、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18、 ここにあるのは18かな。いた、ここにもいた。19。19はここにいるの。あとカバンに入ってる。なんかもういろんなとこにリップいるんだよね。忘れちゃうから。忘れないようにも先にリップ入れてることが、なんかおでこにマスカラ塗っちゃった。なんで？断捨離ってありますよね。違う意味かもしれないけど、断捨離はあるよ。断捨離ってことは存在しない？してあると思うんだけど。してあると思うんだけど、ない感じですか。難しい。なんか変なところに まつげがついてる。嘘ない？断捨離ってあるよ。で、関が知ってるんだもん。ほら、存在するみたいって。知ってあるよ、断捨離って。断捨離って言うよ。わかんない、わからないけど、先は聞いたことがある。断捨離ってだから言ったの。断捨離、断食と断捨離しか出てこなかったから言った。そうだよ、あるよ、あるある。先が知ってるってことは知ってる、あるよ。だってそしたら先知らないもん。断捨離？そう、断捨離ってあるよね。ちょっと待って、調べ。断捨離あるよ。あったよ。あの段の方の処理ですよ。断捨離、断捨離ってない？分かんない。断捨離だけど、先は探してたの。断捨離もあるよ、だって先が知ってるから。単語存在しましたよね、断捨離って。断捨離
なくなっちゃったよ。え、そんなのない？嘘。断捨離だよ。読み方が違うのかな。断捨離？ん？断捨離？うん、断捨離じゃない、断捨離。ないっけ？いや、あると思うんだけど。まあいっか、もう分からない。一応下まつげ長くね。ここまで長いとは聞いていなかった。ピンセットはどこにあるの？間違えてまつげ抜いちゃった。よし、オッケー。まつげが伸びた。よいしょ。キラキラしてくれるかな。なんかあんま分かんない気がする。
まあラメラメしているということでね。してるよねきっと、きっとしてる、そう信じたい。いやー、なんか下まつげ侵入してた。特にどこにも行かないよ、メイクしてるだけ。特にどこにも行かないよ。なんかどっか行く予定作ろうかなって思ったけど、なんかめんどくさくなっちゃった。足が壁から落ちた。本当にもったいない。違う、今のもったいないは、先はメイクがもったいないっていう意味で言った。まさかそんなコメントが来てるとは思わなかった。タイミングがさ、やだ。違う、よ、先はメイク道具がもったいないよねっていう。家にいるだけなのに使っちゃうのはもったいないよねっていう意味でのもったいないっていう言った。めっちゃかぶってた。いや本当に嫌だ。勘違いしないでね。このコンシーラー本当にすごいよ。見える、そばかす消えるんだけど、こうやってやんじゃん。待って、どこにあるのかわかんなくなっちゃった。優秀。なじなじ、まぜまぜ。そばかすのキッス。
近肌の調子がいい。嬉しい。テンション上がる。見て。ニキビゼロ。やったね。鼻むずむずする。あ、無理。鼻むずむずする。粉が。問題です。なんかね、遅刻した動物は誰でしょう。え、誰だろう。イノシシ？イノシシか。違う？え、聞いてほしい席、肌何もしない時の方が調子がいいの。だからもう何もしない、してない。ネズミ？わからない、わからないで。名前も聞いてもわからない。ネズミ？ストラウトツミマシソルトリーヌイでさ、あれじゃないの、到着した順番じゃないの。ネズミが一番だよね。ストラウトツミマシソルトリーヌイイってさ、最後さ、イノシシのイじゃないの。何のイなの。コロナわからないわからない。これ家でブーム、ブーム中。わからない。ネズミが一番でしょ。遅刻してきた。あ、間に合ってんの。待って、猫だ猫。だって猫いないじゃん。ね、ウシトラウトツミウマシサルトリーヌイ。あ、猫？そういうこと？え、そうなんだ、知らなかった。だから入ってないってことか。で、なんかそれはそれでかわいそうな気もするけど。最後にちょいとだけ修正します。粉塗るとさ、鼻筋飛んでくんだよね。先だけこれ。え、大騒ぎ天国。嘘。なんかね、地味に不安だった。なんでかっていうと、元の振りと逆だったからですだからちょっと不安だった。元やってた振りと逆だったの、立ち位置が真逆だった。だからすごい不安だった。ね、めっちゃ鳥鳴いてるでしょ。これ何鳥だろうね。めっちゃ鳥が鳴いてる。ピヨ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 。
遠くであれが泣いてる。ほうほう、聞きよ。聞こえなくなっちゃった。なんか鳥居今日多いね。ね、今日鳥いっぱいいる日だ。自然がいっぱいでしょ。自然に住んでるもん。ね、何の鳥だろう。ちっちゃい鳥だよね。ウグイス的なそういう感じの。ちっちゃい鳥だと思うけど。全然わかんない。せーの。わからない。そう、わからないけどな、こいつにいる。その辺に。急に静かになった。さっきの家の周りはジャングルかもしれない。ターザン出てくるかな。爪がかけてる。めちゃくちゃ、なんでだ。めっちゃ引っかかって痛いんだけど。引っかかれて自分の肌にね。道と鹿？うん、道で鹿。道で鹿と遭遇したことあるの？それはやばすぎ。レベル高いね。新潟の森で鹿と遭遇ならあるけど。の森でしか逃走具はあり。道やばいね。道やばすぎ。え、なんかさっきめっちゃ指に書いてる。取れた。イノシシはないないな。なんかさっきはちっちゃいやつしか遭遇しない。なんか鳥とか大きくてもサギくらい。いや、関は見たことないんだけどさ、おじいちゃんによるとタヌキがいるらしい。神奈川に言ってて、タヌキいるって。関は会ったことない。あとマムシとかはいる。ヘビ、ヘビはしょっちゅういるし。あとなんだろうな、何いるかな。ヘビはよくいるじゃん。なんかそういうのはよくいるの。カエルとかヤモリとかトカゲとか、なんかそういう感じのちっちゃいのはいっぱいいるけど、大きいのはあんま見ないかも。クマとか
あといるならリスかな。リスがいっぱいいる。授業中窓から外覗いてたらね、いるよ。リスがね、フェンスの上のところ走ってくる。それが見える。なんだろう、ハクビシンって。初めて聞いた。サギとかなら分かる。サギみたいな、あの大きいやつ、ね、白鳥みたいな。リスもしょっちゅういるよ、本当によく見かける。イタチわかんないかも。イタチはないと思う。わかんない。イタチがわかんない。イタチって思うんだ。コウモリとかもいるね。コウモリでもさ、この間人生初めてあれ、ネズミに会った。初めましてした。ネズミ、くしが消えた。見つかってくれるの嬉しい。リスが餌をベンチに詰め込むの可愛い。めっちゃ可愛い。けどさ、なんかさ、もともとがさ、意外とさ、ぷっくりしてんじゃん。だからさ、いっぱい詰め込んでない限りさ、わからないね、詰め込んでなんか。気づいた？鏡作ったんだよ。なんかいろんなやつを組み合わせて作った。あ、めっちゃ目に入る。なんか女優ミラー的なやつ。よいしょ。あー、めっちゃ目入ってる。あー、キツネ見たことない。
それ。ライトつくよ。あのね、なんていうんだろう、なんかね、部分部分で買ってそれを全部組み合わせたって感じ。なんか本当はこれ買おうと思ったのね、けどめっちゃ高かったの、10万くらいしてて高くてさすがに買えないと思って、だから作った。4万しないぐらいで作った。3万いくらかだって、3万7000。IKEA の材料で買える。でしょでしょとか言って、かわいいでしょ、なんか気分上がるかなと思って。だけど電気つけると眩しいのちょっと、だからつけてない。電気はつけてないんだけどちょっと眩しすぎてね。だけどめちゃくちゃいい、素晴らしい、気分が上がる、最高ってなるもん。いけるかな、気分が明るい、結構明るいというかちょっと眩しいかもってぐらい、割とね眩しめなんですよ。よいしょ、ちょっと待ってね、つけてみようか。つくかな。ライトの線がさ、この線がどこにいるのかわからない。1個でこれぐらい明るくなる。見えます、ピカーンってしてる。1個だと割ると割と平気なんだよ。2つつけちゃうとめっちゃ眩しい。ピカーン、電気と違うからね、これ。
めっちゃさ、オレンジっぽい。オレンジ。こんにちは。めっちゃオレンジなんだよね。手の中はない。バッチグー、バッチグー、バッチグー、オッケーです。完成。もうちょっと目に入ってる。なんか癖の強い鳴き方多めだね今日。はは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 みたいな。そうなの？対象外なの？なら外すね。なんかね、教えてもらったの。アバターがもらえるって。いけるかなと思ったけどダメなんだ。めっちゃこのリップ好き。乾燥するけど色がめっちゃ好きなんだ。だからこれ塗るじゃん。ちょっと濃いじゃん今。でして乾燥しちゃうからね。これ塗るといい感じになる。ほらトゥル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 。オッケー、完
せーって思ったけどさっき眉毛さ薄くし忘れてる。あー悲しい。もう一回前髪最後にやらないとあれだ。ああねえ見てねえ片栗粉みたい。吹っ飛ばしちゃったよ。割と薄くなるね、ニコやると。よいしょ。オッケー、いけるかなと思ったらできなかったよ。え、なんか3つ目に入ってる。何が？よいしょ。いい感じになりますでしょうか。果たしてどうなのでしょうか。いきました。この子を止めれば完璧。めっちゃ良くない？容器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 。嬉しい。やっと終わり。メイク終了。メイクと髪の毛終了。前髪がさめっちゃさ時間かかっちゃって、明日も慣れてないからさ、慣れてないからさめちゃくちゃ時間がかかってしまう。いい感じ。いい感じだね。嬉しいよ。嬉しい。わあ嬉しい。嘘、今日の感じめっちゃいい。めっちゃ好き。ハロー、アイフロンインドネシア。ハロー、アイフロンジャパン絶対わかるよね。バレちゃうよね。ジャパンだよ、ジャパン。ジャパン。ジャパニーズ。ね、次のおすすめ。指原さんのチークなんだけど。めっちゃいいの、これが。色が可愛い。なんかね、女の子って感じする。見てほしい。見えるかな。程よいチーク。え、ねえ、さっきめっちゃ足落としちゃう。
チク。しゃあ。めっちゃいいじゃないか。前髪割れてるのすごく気になっちゃうけど。なんで前髪ってこんなすぐ割れるんだろう。いや、本当嫌だ。固めたいところだけど、そこまでしなくていいやっていう、ちょっとめんどくさいかなっていうちょっとめんどくさいかなっていう、めんどくささが出ちゃった。オッケーかな。きっとなんかしてないのある。いや多分平気。神奈川くらいまで OK。 セキープね、使えない人なの。あのね、コナコナしちゃう。ケープやるとコナコナしちゃう。ケープ使えない。最近気づいた、そばかすを袋にしちゃう作戦そばかすを袋にしちゃう。マチ君、バッチグーでございます。とても素晴らしいです。本日のメイクいい感じ。バッチグー、めっちゃまつげいい感じ。今日嬉しいんだけど、まつげがいい感じ。あれだね、まつげってやっぱり最初にあのロングロングロングみたいなやつ塗ってからボリュームのやつ塗るとこうなる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 。そうなの？なんでなんで？目の下キラキラだよ。次ロングです。なんかロングロングロングみたいなやつ。ほら、ロングロングロング。EX。マジョマジョのやつ。これめっちゃいいよ。ずっと使ってるこれ。それメイク道具で一番歴長いのこれかもしれない。歴も長いし、一番買ってる回数多いのこれだ。マジョマジョのマスカラ。切れてる時がないもん。正解。お腹が空いた。待って、席何時まで行ってたっけ？半まで？半まででっか。そう、魔女、魔女魔女。カタカナでマジョリカマジョルカっていうブランドがある。プラなのかな。けど全然プチプラじゃないと思う。先はちょっと高いもん。自分の中でのプチプラはキャンメイクとかな。
マジマジはちょっと高い。半までいかな。2時までだっけ、分かんなくなっちゃったね。こんにちは。あ、そういうこと。日に日に前髪減っていくから。でもさ、そんなん言ったらさ、さっき染めてんじゃん。染めたからさ、髪の毛めっちゃ抜けるよ。心配だよね、将来ハゲないか。めっちゃ異常なくらい抜ける。果たしてそれがエクステなのかシゲなのかって言ったらちょっと分かんないんだけど、めっちゃ髪が抜ける。なんかこっち側の掛けてな。で、鼻筋がこっち側だけいないんだけど。そんなことある？はてー。よいしょ。いた。いたはず。ほら。ってなんでこんなにさ消えちゃうんだろうね。わからない、わからない。夜配信ありでございますよ。朝30分やったじゃん。今は30分、30分じゃない、30分やったから、1、数えなくて2時間やったってことなんじゃん。あれ ?30 分じゃん。半分で2時間半。あれ、そしたら夜配信なしじゃん。あった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 。あ、違う、12、1。あれ、めっちゃやってるじゃん。待って、それは聞いてないぞ。どういうことだ。計算すらできなくなってる。やばいやばい。動揺隠しきれてない。シェーディング落とした。まとまっちゃうよ。待って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 、説教夜できないってことだね。ね、夜できないよね。だってさ、もう25分ぐらいじゃん。11時半くらいやってんじゃん。夜30分ある？できる？30分に終われば。朝30分したよ。朝30分して11時半から始めたじゃん。で、1時間じゃん。で、12時になるから1時じゃん。1時間半。あ、そうすると夜30分できるのか。でも、あ、なら大丈夫だ。合ってる合ってる合ってる。夜30分できれば合ってる。夜30分あれば、あ、30分ある、なら合ってる。よかった、びっくりした。30分もないのかと思った。数分しかないのかと思った。びっくりした。それなら大丈夫です。計算通り。計算通り。30分よりできればいいと思ってた。焦った。めちゃくちゃ焦った。今計算通り。よかったよかった。焦る焦る。いや、めちゃめちゃびっくりした。めちゃめちゃびっくりしたんだけど。あ、
できないのかと思った。できるなら OK。 そう、夜は遅めです。今日何時くらいだろう、11時とかかもしれん。これめっちゃいい匂いって言われた。ね、これさ、おでこ直接、おでこっていうかさ、普通にガーってやるとね、おでこに毛穴が、うん、おでこの毛穴が詰まってニキビができるんだって。へーって感じだよね。自分が言い始めてへーって笑った。だからキープするときとかも、あの手を一ハサミしないとニキビいっぱいできるらしい。だから先ニキビできてなかったんだって思った。おでこに、まあ、前髪あるとさ、なんか汚いから前髪が、だからニキビができるみたいな、いいじゃないですか。先だからニキビできてなかったんだけど、ずっとデコ出しだったから。だけど、あ、ダメだ。頑張るんだ前髪、耐えるんだ。なんか変なクニンってしてるのがいる。らしい。そう、毛穴が詰まっちゃうんだって、そのケープって。ケープとかそういうなんていうの、固めるやつ系とかスプレー系だから、毛穴が詰まってニキビができるらしいです。おでこシュッシュしてる方は気をつけましょう。そう、だから最近今前髪あるけどニキビができてない、ケープしてないから。ケープしてないからニキビできないって、そうじゃない、あのね、できないの自分じゃ、メイクさんにしてもらわないとできないから、してない。です。そろそろお時間でしょうか。もうちょっとだ。ね、25分だね。ランキング読みますね。ランキング読みます。13位、ライスさん。12位、デキさん大好きさん。11位、ペンギン青空さん。10位、ムムムさん。9位、チョコレモンさん。8位、猫のなんていうの、奴隷、どかた、なんて読むんでしょうか。なんて読むの、猫の、あ、不思議になっちゃう。どかた、あ、どれ、合ってた、ありがとうございます。7位、猫の
ドレイさん。6位くんちゃんさん。5位たくおさん。4位関さらへさん、カルサムニーだー。3位ルッピッピさん。2位モンタさん。1位ゴリポンさん、おめでとうございます。おめでとうございます。それでは夜、多分ね、早くて10時半ぐらい、10時半以降やると思います。夜はありがとうございました。ありがとうの舞、ありがとうの舞、ゴリラの舞、ゴリラの舞、バイバイ。ふん、アプローチのかぶりは治ってないよ。シャキーン、かぶりかぶりしてる、かゆいもめっちゃ。だからずっとこうやって内側につけてたけど、今はもういいやと思ってこっち側につけてます。またね、寝落ちしてなかったら来てください。寝落ちしてたらそのままお休みおやすみ、バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。